女、あなたが挙げた稟議書、そして次の数字が666。そう、悪魔の数字。そう、悪魔の数字。パンドラの箱が開いちゃったよね。東京中央銀行とアメリカ国防総省ペンタゴンの関係、火星移住化計画。ヘイシリー、半沢直樹と火星移住化計画についてウェブでこちらが見つかりました。ご確認ください。信じるか信じないかはあなた次第です。それではライブ楽しんでいってください。ダメな話でした。ハトアの筋